こんにちは、翔太です。今回なんですけど、エリスか上杉謙信かっていう風な話をしていこうかなと思います。まあ最初に言っておくと、まあ戦役とかボス戦でしか使わないのであればエリスで、オールラウンダーで使いたいのであれば上杉謙信を選んでもらうのがいいのかなと思っております。それではですね、この2キャラを比較しながらですね、スキルの説明をして最後にまとめをやっていこうかなと思います。まずですね、エリスのスキル1になります。スキル発動時にですね、2ターンの間狂乱状態に入り 1200% の単発攻撃をします。残り HP パーセンテージが最も高い敵を狙っていって、さらに筋力値の10倍のボリューム押しも加算されます。で、攻撃後ですね、自身の残り HP が 50% 以上で3ターンの間挑発と援護に入ることができて、火ダメ 50% 減少、反射 120% 増加といった感じになります。続いて上杉謙信ですね、こちらに関しては 800% の6名攻撃で、群雄だとダメージが倍になります。で、全ての攻撃をですね、2ターンの間無条件で狂乱状態に入ることができます。で、自身の残り HP がですね、攻撃した後残り 50% 以上であれば3ターンの間援護挑発に入ることができまして、火ダメ 50% 減少、反射 100% 増加という風になっております。なんでまあほぼほぼですね、似たようなスキルになってます。まあ、ちょっと攻撃範囲は違うものですね。まあ、攻撃前であれ、後であり、2ターンの間の無条件の狂乱というのがあってですね、攻撃した後自身の残り HP が 50% 以上であれば、3ターンの間挑発と援護に入ることができると。で、まあ、反射のパーセンテージは若干違いますけど、まあ、大体似たようなスキルとなっております。で、エリスのダメージとしてはまあ単発なんで、ただですね、こちら狂乱に、先に入れるような、状態になりますんで、まあ、確定でですね、クリティカルと必中が出していくことができるので、2220% プラス筋力値の 18.5 倍のダメージを出していけると。で、上杉謙信に関しては 800% の6名攻撃なんで 4800%、まあ、城だと 9600% まで伸ばせるといった感じになります。で、強みとしては、まずエリスなんですけど、狂乱に入れるっていうところで、挑発援護が優秀ですね。で、上杉謙信は、まあ、そこまでは一緒なんですけど、それに加えてですね、全体攻撃っていうところで、まあ、城でも使えるっていうところが挙げられます。まあ、闘技場でも全体攻撃な分ですね、まあ、全体的に攻撃することができるっていうところが強みになります。で、まあ、エリスの弱みに関しては、エリスはもう単発攻撃になっているんで、正直ですね、この攻撃自体の攻撃性能っていうのはそんなに高くないかなと思っております。で、上杉謙信に関しては、まあ、攻撃する敵の数が多いっていうところで、敵に反射キャラがいるとですね、自身の残り HP が反射によって削られてですね、50% 以下とかに仮になったとすると、ちょっと挑発と援護に入りにくくなるっていうところが挙げられます。敵に反射がいると結構きつい状態になりがちかなと個人的には思っています。で、続いてスキル2ですね。まずエリスのスキルの内容なんですけど、 800% の4名攻撃で、攻撃前自身の残り HP 50% 以上でダメージ倍で、攻撃前に自身の残り HP が 50% 以下だと筋力値の6倍の防御無視があります。で、上杉謙信に関しては 800% の4名攻撃で、筋力値が敵より高いとダメージが倍になります。で、敵を撃破するたびにですね、バフと特殊状態、まあ、このキャラで言うと狂乱ですねが、プラス1ターン伸びます。まあ、4名倒すと最大プラス4ターン伸びるといった感じです。で、全ての攻撃をですね、自身に総ダメージの 50% 分の回復があります。で、ダメージとしてはですね、エリスと上杉謙信ほぼほぼ一緒なんですけど、エリスはまたですね、このエリスと上杉謙信、狂乱になっているので、必中とクリティカルが確定で出ます。で、このキャラクターたち、物理回心の値も一緒なんで、基本的に、ベースが 800% の4名攻撃っていうところで、ダメージも一緒です。5920% っていうベースがあってですね、それに加えてダメージ倍か、筋力値ダメージが入るか、といった感じになっております。ですね、こちらすいません、修正忘れてましたね。筋力値の 44.4 倍のダメージが入るか、まあ、5920% と、5920% のダメージがエリスは入ります。一方、上杉謙信はベースで 5920% が入るんですけど、ダメージ倍で 11840% となります。まあ、エリスも、まあ、基本的には同じダメージの推移といった感じです。で、どちらのキャラクターに関しても、パーセント一緒なんで、まあ、戦役で莫大なダメージを出せることには変わりありません。で、一応、エリス特有の強みとしては、筋力値の防御無視っていうところがあるんで、まあ、
もしもの時ですねは、まあ、防御無視で火力を伸ばしていくことができるというところがあります。ただ上杉謙信の方が、まあ、効果見ていただくと結構モリモリだと思うんですけど、うまく立ち回ればですねバフをですね次のスキル1まで延長することができるというところが非常に強いポイントかなと思います。まあ、ずっと狂乱状態を維持したままであったり、まあ、他のバフとかですね、コブとか奮起とか蓄力とか、まあ、そういったバフを次のスキル1まで、生かすことができればですね、まあ、かなり次のスキル1も火力出していけるようになるので、そういった立ち回りができるというのが上杉謙信の強みかなと思います。で、エリスの弱みとしては、まあ、上杉謙信に比べるとバフの延長と回復がないっていうところでちょっと応用力がないのかなと思います。でしかもですね、こちらですね戦役で使うことを考えると、HP50% 以上でスキル2を打つ必要があるんですが、援護挑発にスキル1で入るんで攻撃を基本的にはエリスが受けることになります。で、援護ですね張っていたとしても結構ダメージって食らうので、ダメージ食らいすぎて 50% を下回るような状態になってしまうと戦役でダメージ出していきにくい、半減してしまうので、まあ、結構きついのかなと思います。で一方で上杉謙信は筋力値で勝負するんで、ボスと戦役に関しては確実にですねダメージ倍出していけるっていう強みはある一方で、まあ、闘技場とか城ですね、そういったところだと筋力勝負をしていく必要があって、筋力、そうなった時に、まあ、かなりこのキャラクター筋力値低いキャラクターになってますんで、ダメージ倍出していきにくいといった感じになっております。でパッシブですね、まあ、ここが大きく開くポイントかなと思うんですが、まあ、どうしましょうか。まあ、エリスから先に読んでいこうかなと思います。HP58% 筋力ダメージ耐性、物理防御貫通レベル ×15 筋力値レベル ×340 知力ダメージ耐性、攻撃力 58% 根気値レベル ×360 HP 吸収 18% 体力値レベル ×280で、物理回心 35%、攻撃力 19%、防御貫通900となっております。で、一方で上杉謙信、まぁ、ちょっとパッシブの4つ目がないんですけど、攻撃力 44%、防御貫通800、HP 44%、根気値レベル ×300、筋力レベル ×200、体力レベル ×200、物理防御貫通800、攻撃力 18%、物理回心 35% と、結構一緒なんですよね。ほぼほぼ一緒です。HP 吸収ぐらいですかね。目立って違うポイントっていうのはほんまにほとんど一緒の、パッシブになっていて、だからこそちょっと値が全然違うというところがちょっと問題かなと思ってます。エリスの強みとしては、まあ、エリスも上杉謙信もですね、狂乱を考えると、正直命中とか会心とかその辺っていらないので、そこはしっかりカットされていて、しっかり物理会心を伸ばしたり、筋力値を伸ばしたり、防御貫通、物理防御貫通を伸ばしたりっていうところができているので、どちらもですね、狂乱を考えると最高のパッシブです。で、エリスに関しては、まあ、筋力と知力部ダメージ耐性があるんで、その辺の防御無視ダメージにも強いっていうところがあります。で、まあ、エリスの弱みとしては通常の防御無視とか会心攻撃ですねっていうのに、まあ、MR の中では弱いっていう傾向にあります。まあ、上杉謙信ももちろんその辺には弱いんですけど、エリスに比べるとですね、まあ、やっぱり値が全体的に低いんですよね。攻撃力も 58% と 44% の違いがありますし、まあ、特に物理防御貫通ですね、レベル ×15 と800だとだいぶ違いますよね。レベル100の時点でも、1500と800の差が開いてるんでかなり違います。で、筋力値に関してもレベル ×140 空いてますし、根気値も、まあ、レベル ×60 分空いている、体力値もレベル ×80 分空いているっていうところを考えるとですね、まあ、物理回心だけは上杉謙信も頑張ってるんですけど、まあ、というかこれはエリスが低いような気もしますけど、まあ、エリスに比べると全体的に値が低いんで、さっきスキル2のところで同じ火力だって言ったんですけど、全然同じ火力じゃないんですよね。スキル2の性能的には全く同じ火力出せるんですけど、エリスの方がパッシブ面で作れているポイントが多すぎてですね、単純に戦役だけ考えると、まあ、エリスの方が強いのかなと、個人的には思っております。で、まあ、最後にまとめになるんですけれども、まず、戦役ですね。まあ、戦役ボス、闘技場、城で、まあ、どっちがどんな感じかっていうのが書いてあるんですけれども、上杉謙信に関しては、まず戦役ですね。生き残ることができれば、確実に最大ダメージ出せるっていうところがあります。
で、エリスに関しては、まあ、先ほど言ったようにスキル2ですね、発動したタイミングで HP50% 以下になると最大ダメージ出していくことができないっていうデメリットがあるんで、上杉謙信は生き残ってスキル2を打てばいいんですけど、エリスに関してはHP50% 以上でスキル2を打つ必要があるというところで、防御面の育成はエリスの方が必要かなと思います。まあボス戦も基本的には一緒ですね、一緒なんですけど、上杉謙信に関してはスキル2でバフ延長や HP 回復があるので、まあ結構長期戦も戦っていきやすいのかなと思います。エリスはそういった回復はないので、まあ、基本的にもう打たれ弱いと言いますか、部分がありますんで、まあ、そこがちょっとネックなのと、スキル2発動時の HP ですね、まあ、後半になって HP 低くなってくるとスキル2の発動時に防御無視しか出なくなってきたりしますんで、まあ、援護挑発も張れなくなってきたりしてくるかなと思うので、ちょっと HP 管理が大変かなと思います。で、闘技場に関してはやっぱり上杉謙信ですね、スキル1が複数攻撃で使いやすいというところがあります。エリスに関してはスキル1が単発でちょっとだいぶ使いにくいですね、正直。城に関しても同じです。まあ、闘技場城でエリス使うというのはなかなか厳しいのかなと思っています。一方上杉謙信はスキル1、まあ、全体攻撃になっておりますので、まあ、しっかりとこのキャラクター育てていれば敵を全体的に削ることができるんで、そこは優秀です。まとめとしましては、まあ、短期特化で育成するんであれば比較的上杉謙信の方がオールラウンダーで戦えていけるんで、どっちか取って短期特化するってなると、私としては上杉謙信を押させていただきます。まあ、今後の MR アバター化の可能性にかけてっていう部分もありますけど、上杉謙信の方が強いかなと思っています。で、一方で闘技場は別に構わないと、まあ、ナタとかモガミとかカエサルとか、まあ、そういったキャラクター持っていて別に困ってないっていう方で、戦役がクリアできないんだっていう方ですね、そういった方に関してはエリスとてもおすすめのキャラクターになります。闘技場城は諦めていただいてですね、まあ、戦役とかボス戦であれば、まあ、今言った武将の強力なキャラクター持っていればですね、装備を戦役だけ移し替えてあげるだけでも十分に活躍できるキャラクターかなと思うので、まあ、このエリス取っていただいても十分活躍できるキャラクターかなと思います。戦役ボス戦に関してだけ言うと腐るキャラクターでは確実にないと思うので、まあ、上杉謙信が MR アバターでかなり引き離さない限りはエリス戦役で全然使えるかなと思うので、取っていただいていいと個人的には思っております。これで今回の動画を終わりにしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、もしよければ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。